久々の神子企画。あ、来ましたっていうことで、はい、大好評なんですよね。大好評なんですか。大好評な企画なんで。伸びるね、この動画。もう伸びますから、うん、伸びるんですけど、まあ、はい、これ、ある記事で、こちらの記事なんですけど、はい、まあ、ちょっとね、解説をしていきたいなと思います。対策方法なんですけど、あと、ガムを噛むっていうことですね、まずは。どうも皆さんこんにちは、司会師の大沢です。このチャンネルはですね、歯に興味がない方でも興味を持っていただけるよう、元気視界が分かりやすく、そして時には面白くお伝えする歯科バラエティチャンネルでございます。ぜひですね、興味を持っていただけた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということで今日はなんか今回なんですけど、久々の神子企画。あ、来ましたっていうことで、まあ、大好評なんですよね。大好評なんですか。大好評な企画なんで。伸びるね、この動画。もう伸びますから、うん、伸びるんですけど、まあ、はい、これある記事で、こちらの記事なんですけど、はい、マスクしてて、口臭が臭くなったりとか、まあ、歯周病が悪化しちゃったりとかっていう記事が出てるんですよ、ね。これは本当なのかなっていう、思うんですよね。大沢さんに対面してもらおうかな。あ、なるほどね。で、これ神子さんからもらったから、事前にね、もらったんで、ちょっとね、僕の方でもこの記事読んだんですよ。はい、読んだら、まあ、まずマスクね、したら、はい、歯周病に なりやすいよと、はい、いうことと、あとはスマホですね、はい、スマホをやりすぎると歯周病になりますよっていうね。スマホをやりすぎると姿勢が悪くなって歯周病になりやすいですよ、虫歯、はい、になりやすいですよっていう話なんですけど、はい、これ読み進めていくと、もう口が乾いちゃうから歯周病とか、虫歯になりやすいよっていうことなんですよ、結果。なるほどね。まあ、確かに書いてありました。うん、口が乾くっていうので、いろいろあって、なんか高呼吸になっちゃうみたいな。そう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 、記事が載ってましたね。だから口で高呼吸、まあ口だけで呼吸する、理想的には鼻呼吸がいいんですけど、高呼吸してしまうと口が乾燥してしまうでしょ。そうすると口がね、乾いちゃうと細菌が増殖しやすい。はい、なるほどね。ってことは、じゃあ原因としてマスクとかスマホっていうのよりも、うん、口が乾くっていうのがまあ主な原因と。主な原因だから、こういうことをマスクとか、スマホのやつで姿勢が悪くなるってなると、口が乾きやすくなって歯周病になりやすいよっていうことを遠回しに言ってます。あ、これ遠回しに言ってます。遠回しに。なるほどね。でも原因としては口の乾き。そうそう、原因としては口の乾きなので、まあちょっとね、解説していきたいなと思います。はい、ということで、まあ、マスクとかね、姿勢が悪くなって口腔乾燥が起こってしまう。そうすると歯周病とか虫歯菌が増えて、歯周病虫歯になりやすいよっていうことを今日は話していきたいなと思います。ちょっと簡単にね、今日はやっていきたいなと思います。口の中の乾きですよね。これがあったら、やっぱりですね、歯周病菌や虫歯菌は増加します。例えば寝てる時とか、よく寝る前に歯磨きは絶対寝る前にしてくださいねって言われるじゃないですか。はいはい、もちろん。あれはなんでかっていうと、唾液が圧倒的に少なくなるんですよ、日中より。繁殖する時っていつかっていうと、一番はもう夜です。寝てる時です。そうなんですね。寝てる時に一番繁殖するから、はい、その繁殖をできるだけ抑えるために、口の中の細菌をできるだけ少なくしましょう。だから歯についた、プラーク、まあ、細菌の塊だったりだとかを取って、細菌の量をグッと少なくして寝てください。そうすることによって虫歯歯周病になりにくいですよっていうことで、夜必ず磨いて寝てくださいねということなんですね。じゃあ本当、口の乾きってあんま良くないんですか。良くないです。だから、そのなんだろうな、細菌がめちゃくちゃ増えてしまって匂いが出てしまってるので、朝はね、みんなどうしても臭いです。で、その原因はやっぱり細菌増殖、もっと言えば口の中が乾燥して細菌増殖が起こってしまうから、口の中が匂うということです。はい、で、口が乾く原因ですよね。で、口が乾く原因というのは、やっぱマスク。そうですよね。マスクやってるから、なんか知らないけど、口呼吸になっちゃう。だからちょっとマスクで、口が開いて口呼吸になって、口が乾いてしまうからね。あとは姿勢ですね。姿勢。こう。こう感じですね。スマホ見てるとき。まあ、確かにスマホ見ると、どうしても目線下ですからね。そうです、そうです。だからこう。上にはなんです。口が開いちゃう。ということで、まあ、姿勢が悪かったら口が開いちゃうと、口呼吸になっちゃう。ただ、緊張。ですね、なるほどね。まあ、緊張してるんでしょうね。はい、だから緊張でやっぱ口が乾くってよくあるじゃないですか。はい、ね、あれはどうしても交感神経が優位になるので、唾液を出しづらくしてるんですね。
なので、緊張するとちょっと唾液が出にくくなってしまう。あとは薬の副作用ですね。例えばその内科でもらったお薬の中によく見ると口腔乾燥の副作用がありますよとかって書いてるやつもあるんですよ。なので結構ねお薬飲まれてる方ってね口乾いてる方結構います。まあまあ、薬の副作用でもそういうことが起こるということですね。ということでこう口がやっぱりどうしても乾いてしまうと歯周病菌や虫歯菌はどうしても増えちゃいます。なるほど。どうしても増えちゃうのでやっぱりね口の中ね一番潤ってた方がいいです。確かに、はい、でも歯周病患者の方とか特に気をつけなきゃいけないですよね。特に気をつけないといけない。歯周病がさらに歯周病2になっちゃう。あ、もう歯周病2になっちゃうんですよね。もうだから悪化しちゃうので、はい、もう本当ねこのね口が乾いちゃう原因をねしっかり把握してもらってですね、対策をしっかりしていただきたいと思います。ガム噛んだら唾液出るじゃないですか。出ますね、うん、あんまりこう糖が入ってないやつね代用糖とか使ってるね、あの虫歯の原因にならないようなガムを噛んでいただきたいと思います。あとは唾液腺マッサージ、これね口が臭くなる原因でもやったんですけど、口が臭くなる原因はやっぱり唾液の量が減って口が乾いてしまうからっていうことですね。なので唾液腺マッサージ、これここですね、前もやったかもしれないですけど、ここにね大きい唾液腺があるんで耳下腺っていうところがある、ここマッサージしたらマッサージしたりだとか、あとはこの顎下腺とかね、あとは舌のストレッチですね。だから前もあったんですけど、ここね舌を前歯を舐めてもらうと一瞬、うん、これを10周20周で反対側も10周20周ぐらいやってもらうと唾液結構出ますよ。はい、同じ作用の薬って結構ありますから、うん、で副作用で、唾液が下がらないような薬に変えてもらうということもできるので、ちょっと薬飲んでちょっと最近口乾いてきたかなって思ったら、先生この私が飲んでる薬って今口が乾く作用も入ってますか、入ってます、そしたら入ってもらっていいですか。なるほどね、うん、ということで、まあ、対策法としてはいろいろあるんですけど、口が乾くのが原因ですけど、口が乾いただけではやっぱ歯周病にはならないんですよ。ならない、ならないんですよ。これを悪化させてしまうというだけでね。なるほどね、はい、だから根本的な問題はですね、もう治療しないと、まず歯周病の方が口腔乾燥じゃあ潤ってるだけでならないかって、そうではないんですよ。別に咳をしっかり取ったりだとかっていうね、まずお口の中の環境を良くしないと、やっぱりね、これ口が乾く原因だけを抑えただけではね、良くならないです。確かに、はい、リスクが高まるっていう意味では当たってる。まあそうですね、リスクは高まります。なるほど、はい、根本的な治療は違いますからね。違います、違います。だからね、ガム食っただけでね歯周病の方が治る、これ絶対ないですからね。悪化させてしまう要因が口をが乾いてしまうことですから、マスクしてるのはこう鼻呼吸を意識していただいて、はい、姿勢もね悪くならないように、ますやらないようにね、していただければと思いますので、お口の中が乾くとですね、細菌が増えるということは皆さん今日は知っていただきたいなと思います。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。